しもだよ、魔法でどんな願い事でも叶えてもらえるって言われたらどうする？あなたは金目窓かのままでいればいい。今まで通りに、これからも。危なかったわね。でももう大丈夫。あいつがなんかちょっかい出してきたら、私がぶっ飛ばしてやるからさ。マミさんだってついてるんだし。契約して魔法少女になってほしいんだ。目覚めた心は走り出すた未来を描くため、子供の頃夢に見てた。私金目まどか14歳。ある日を境に私の日常は一変。この生活はすっごく大変だけど精一杯頑張ります。魔法少女まどかマギカ、1月7日金曜より放送開始です。